私には付き合って5年の彼がいる。東大を出てハーバードまで卒業した私が、なんであのレベルの男とってみんな嘲笑うかもしれない。でもどうでもいい、そんなこと。だって彼は死ぬほど私を愛してくれている。私もそんな彼を愛してる。あれ、失礼。ついにこの日が来た。素敵とは言えないけれど、味わい深い魅力がある私の恋人。彼は今日私にプロポーズするつもりなのだ。この落ち着きのなさ、間違いない。今日はね、君に聞いてもらいたいことがあって。何？この5年間君は自慢の恋人だった。ものすごく幸せだったよ。君みたいな高嶺の花が俺みたいな男と。そんな、私だってあなたと一緒にいられてすごく幸せよ。俺も幸せだった。だった。俺は君と比べて何も誇れるところがない。仕事だって君みたいに稼げない。これは、君はそんな俺を味わい深いって言ってくれたけど、この流れは。俺実は、俺ね、ちょっと待って。その前に私からお願いがあるの。え？ごめんなさい、別れましょう、私たち。危うく振られるところだった。別れましょう、私たち。え、やっぱり君もそう思ってたんだ。俺頭悪いし、正直しんどかったんだよね、君といるの。いや、実はさ、本気で結婚を考えてる人がいて。実はさ、彼女妊娠してて、どうしようかと思ってたんだよね。いやよかった。振ったのは私なんだから。振ったのは私なんだから。私が傷つく理由なんか一つもない。泣かない、泣くもんか。人前で泣くくらいなら
死んだ方がマシ。忘れんなよ。もちろんっすよ、忘れないですよ。なんでこんな時に会社で飲み会なんか。こ岩屋くんじゃないが、どうしたのこんなとこで一人で。やっぱ美人だね。俺にもお酌してよ。東大でハーバード卒の美人に酌してもらいたいんだよ。ちょっと部長、近すぎです。チューしちゃおうかな。チュー。部長、酔ってらっしゃいますね。やめてください。やめますよと見せかけてテロリンチョ。メロっつってんだろこのハゲジジ。メイクは心強い味方。心の奥を隠してくれる。隠しすぎか。もう捨てられてて。みんな死ねばいい。え？怖い。死ねばいい。会社着いたらメイク直そう。事実上の左遷だよな、あれ。
異例のスピード出世だったのにな。誰もかばわなかったんだって、岩屋さんのこと。わかる、ちょっとざまみろって感じだもんね。売山さん、はい、頼まれた記事できました。本当？これチェックいいですか？はい、ああ、はい、なんだってよりによってうちなんだよな。ねえ、やりにくいじゃないか、そんなエリートさん。いや、ちょっと俺に言われてもね。何に？上司なるって挑まっておっかねえ、凶暴なハーバード。でも優秀な記者さんなんですよね。いや、僕はちょっと楽しみですよ。え、何？後ずしたの？すいません。はーい、問題です。仕事ができて怖い女と、仕事はいまいちでも可愛くて愛嬌があって気の利く女の子、恋人にするならどっちだ？凶暴なハーバードの岩谷すみれです。よろしくお願いいたします。おい、開けるな。おい、殴るつもりなんかなかったのにな。なんでこんなことに。月、あんたがいてくれたらね。もう聞いてよ、私算数のテスト学年で一番だったんだよ。なのにお母様、そんなの当たり前だって。お姉様はいつも全国一位だって。もうダメよ、パパ犬嫌いなんだから。すいません、お会計お願いします。おい、来るな。おい、待て。どこ行ったんだよ。
丈夫。いや、大変だったよ。昨日すごかったんだから。すごかったって。それは、つまりその…お姉さん、見かけによらず激しいっていうか。あ、いって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 、腰痛った…嘘でしょ、こんな若いこと…お姉さんどうしたの、まだ気持ち悪いの。飲みすぎたからだよ。あれ、あなた、え、今思い出したの。いや、段ボールから出てきたのは覚えてるだけど。ちょっと待って、気持ち悪い。大丈夫ですか。助けて。はい、分かった、ちょっと待ってね。よしちょっと起き上がれるかな。ゆっくりでいいからね。よし行くよ、せーの。よし、大丈夫だよ。よし。よいしょ。あ、お姉さん、これどっち、こっち。はい、行くよ。よし、やっと着いた。マジか。マジだよ。つかぬことを聞くけど、安心して、見ないように脱がしたから。え、でも今あ、そう、俺これ借りた。俺の服も汚かったからさ。あ、私のジャージ、裸のままのが良かった。そんなことない。あとさ、お姉さんが俺にそばにいてって抱きついてきたけど、俺は手出してないからね。え、そばにいてって私が。つまり君は家出中ってことね。でさ、行くとこなくて困ってた時にね、親切なお姉さんがうちにいていいよって、なんか彼氏と別れたばっかだからいいよって言ってくれて、でのこのこ居候になってたってわけね。え、でもそしたら3日ぐらいしたらね、超怖い男の人が乗り込んできて、てめえぶっ殺すぞって。彼氏と切れてなかったってわけね。で、命からがらここまで来れて。ちょっとごめん、俺限界かも。え、うまい、これめちゃめちゃうまいよ。よかったね、とてもオーソドックスな日本人の朝食だけど。俺地球最後の日には絶対これ食べたいな。まあ一応料理教室とか通ってたから。
うん、あ、私そろそろ行かなきゃ。それ食べたら帰ってね。あ、食べ終わってからでいいから、うん、聞いてる？うん、あ、なるべく人に見られないよね。お気をつけ。あ、おはようございます。すいません、ペットボタン押していただけますか？ペットボタン？あ、そうですか。ありがとうございます。この表書き書いたのどなた？倉木さん。あ、はい。あのね、何々型ってなってる時は何々の後にも様をつけるの。伊藤様型とか佐藤様型とか。え、そうなんですか。どうしよう、私今までずっとこう書いてたかも。出た、天然なんだからな、倉木さん。なんだこの緩い部署。ていうかこっち向きなさいよ。失礼だと思わないの？以後気をつけてください。ごめんなさい、私バカなんで。岩屋さんみたいに東大とかハーバードとか出てないし。いいなあ、私も岩屋さんみたいにもっとちゃんと勉強すればよかったな。だったら今から受験してみたら？受験に年齢制限なんてないはずよ。もっとも表書きがちゃんと書けるようになるかどうかは分からないけれど。ちょっと今のはきついよ、岩屋さん。手柔らかに。ちょっとお願いしますよ、岩屋さん。倉木さん、君とは違って繊細だから。え、ごめん。はい、大丈夫だ。よし。怖い怖い。これだから秀才さんは。やっぱり左遷されたのが答えてるのかしらね。頑張った。DVD 見るぞ。何しよっかな。おかえり。何やってんの？もう電気つけなよ。遅かったね、帰り。行くところないし、それにお腹空いちゃったからお姉さんの手料理もう一回食べたいなって思って。はぁ、何ずうずうしいこと言ってんのよ。うまい、うますぎる。おかえり。なんだよな。うん、ありがとう。それ食べ終わったら帰ってね。え、何がええよ。一晩泊めてあげただけで十分でしょ。恩は返してばよ。え、だって俺怖いお兄さんに見つかったら殺されちゃうかもしれないんだよ。知らない、それ私に関係ないし。そんなこと言わないでよ。俺はここにいたいんだよ、お姉さんのそばに。知りもしないくせに私のことなんて。出るよ。
げえいい人。だったら私に飼われてみなさいよ。え？ペットよ、ペット。ペットとしてだったら置いてあげてもいいわよ。ペット？いい子にしてたらご飯も作ってあげる。その代わり私はご主人様だからね。ご主人様の言うことは絶対聞いてもらうわよ。どうする？ね、できないでしょ。そんなことできるわけ。やったありがとうお姉さん、ありがとうございます、ご主人様。ありがとう。やった、あよかった。え、ここ使っていいの？同じ部屋で寝るわけにもいかないし、っていうかちょっとの間だけだからね、すぐ出てってよ。てかさ、ここんちすげえ広いよね。ね、なんでこんな広いの？結婚するつもりで買ったからよ。え、じゃあ、あの、相手の人は？売ってやった。あいつが二股かけてた女性が妊娠しちゃってね。ごめん。別に。だから決めたの。これからはハイスペックな男しか愛さないって。何それ、どういう流れ？結局それが一番なんだって。コンプレックスを理由に浮気なんてもう勘弁なんだから。学歴も収入も身長も高い男、もちろん性格もよく見てね。そんな人いるかな。いた、昔一人だけ。手怪我してて洗えないんだもん。だからって、シャンプーだって飼い主さんの仕事でしょ。いいの？不潔なベッドで。ねえ、てかなんでサングラスしてんの？見えすぎると困るからよ。え？そんなの全然気にしなくていいのに。どう？二十歳のピチピチの体は。ちょ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 、ポポポポ。大丈夫？大丈夫？びっくりした。そうだ少年。君さ、名前なんて言うの？短い間とはいえ、ほらね、一応。なんでもいいよ。好きなのつけてよ。だって俺はお姉さんのペットなんだし。じゃあ、もも。もも。もも。え、それどちらかというとメスの名前じゃない？好きにつけていいって言ったでしょ。昔飼ってた犬の名前なの。今日から君はもも。やっと会えた。あ、お姉さん。
オッケー。じゃあ、ももね。ね、お姉さんはなんて言うの？すみれ。すみれ。かわいいね。かわいくなんかないわよ。結局誰にも愛されないって花の名前なんだから。何？今。なんでもない。でも、俺はかわいいと思うよ、すみれちゃん。ねえ、ん？なんで家出なんかしたの？まあ二十歳だから家出とは言わないか。うん、夢を反対されたんだ。夢？うん。え、何夢って？ダンス。ダンス？でもスミレちゃんには感謝してるよ。まあ、すごい親切にしてくれた人はいっぱいいたけど、すみれちゃんみたいな人は初めて。え？何急に。というわけで。感謝の気持ちをちゃんと態度で示そうかなって。え？何？何それ？大丈夫だから。感謝の気持ちをちゃんと態度で示そうかなって。え？何？何それ？大丈夫だから。ペット虐待反対。店長ちゃんと、はい、お店開いてください。ちゃんとお願いします。帰った。え、帰った。レモンジュースください。困るんですよ。開けた。店を開けてください。ちょっと早く。あ、聞いてよ。うん、太陽のカード。どういうこと？人間関係、新しい家族ができたり、かけがえのない存在ができたりって、そういう時に出てくるカードよ。新しい家族？反対。かけがえのない存在。いいよ。人間の男をペットにしめろ。何なのそれ。そう。結婚から遠ざかるようなことして。てか大丈夫なの？変な子じゃないんでしょうね。変だよ、変な子、変な子。でも、なんかももに似てるんだよね。おかえり。あつや、うわ、重っ。何買ったの？じゃあ、人参。あ、ルーもある。ってことはカレー。やった、大好物なんだ。もも、何泣いてごらん。わっ、次は。
あ、笑った。すみれちゃん初めて笑った。笑った顔かわいいね。終わり？ねえ。ねえ、待っとてよ。じゃあよしよしして。ほら。罪のなっつうの。なんだこんなところに置き忘れて。愛される女はここが違う。スミレちゃんってこんな本読むんだ。制するものは天下を制する。スミレちゃんってもしかしてバカ？これからは恋愛の話でちょっと待って、すみれちゃん。あー面白い。あですよね。すいません。お先に失礼します。お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れでした。お疲れ様です。岩井さんもう帰ったの？早っ。どうしちゃったんでしょうね。ただいま。おかえり、すみれちゃん。ただいま。待つよ。ほら、ねえ、来て来て。今ね、超面白い DVD やってて、見てて。勝手に食べないでくれた。大丈夫なんだよ。だってご飯が遅いんだもん。守ってきたつもりで
痛いの痛いの飛んでけ。彼は私のペットなの。解放部のエース蓮見さん、これが私の初恋の人。久しぶり。大学はハーバード。ハーバード、ハイスペック男子なんでしょ。このまま帰りたくない。次だから勝負。いや、まだ。もしかして違いだ。これが運命の人ね。いろいろ我慢しなくていいんだからね。もしうまくいって結婚したとしても俺のこと買ってくれる？